一歩でお願いします。あまり手は出さないようにだけ、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。少しずつ左側にちょっとずれていただいて、左側に動いてもらっていいですか。ちなみに桜浜と桃浜の違いは耳の大きさが違います。耳が大きいのがお姉さんの桜浜、そして耳がちょっと小さく上向きについているのが妹の桃浜です。さあ、こちらは桜浜だと思う人桃浜だと思う人、ありがとうございます。大正解です。桃浜と言います。はい、桜浜と桃浜、公募から付けられたんですけども、桜が日本を代表する花、桃が中国を代表する花ということで、桜浜と桃浜、素敵な名前いただいております。ユキンも皆様の公募で付けられましたし、今日からその赤ちゃんパンダも名前の公募始まりましたので、ぜひぜひ皆様参加していただきまして、はい、ネットからも、はい、公募できますので、ぜひぜひご参加していただけたら、素敵な名前を付けていただけたらなと思います。さあ、先ほど体重50キロぐらい。